皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大宮でカスタマイズさせていただいた車両を紹介します。紹介してくれるのはいつもの富山店長です。よろしくお願いします。お願いします。で、今回紹介する車がこちら、はい、GT3RS 来ましたね。もう目がチカチカチカこれめちゃめちゃかっこよくないですか。かっこいい。これちょっとしびれちゃったんですよ、僕的には。いやもうかっこいいですね。車もそうだし、この色、まあそうね、まあちょっともう夢ある車だよね。本当っすよね、うんうん、もう スーパーカー、本当にやばーと思って。これまあ、このお客さん自体はもうだいぶ浦和店の時からずいぶん長く来られてて、まあ、お世話になってるお客さんですけど、はい、なるほど。じゃあもう歴代こう乗ってきた車も、そうですね、まあ、もともと前期乗ってて、前期から後期に乗り換えるんですか、はい、なるほど。だからまあ 3RS から 3RS。 すごいじゃあもう今回そのいじり方についてもちょっとそのクロートというか、まあそうっすね、はい、そうっすね、行き着いちゃった感じのカスタマイズなんですね、はい、でまずこの色がさっきちょっとカメラマン、ポルシェ大好き、はい、カメラマンに教えてもらったんですけど、はい、リザードグリーン、はい、トカゲ緑らしいです。あ、トカゲ、あ、そうかリザード、そうそうそう、結構ポルシェとかだとカエルとかってよく言われるじゃないですか。カエルじゃなくてトカゲの方だったんです。そうですね。そしてあの前回の何が違うか分かんないけど前回の RS5 とか、はい、まあ、FH とかもそうですけど、はい、なんかこう行き着いちゃったらもう究極の車って、はい、外装なんかもう触らなくていいかなみたいな、うんうん、まあ、もちろんそのサールパースとかいろいろ出てたりとか、そうですね、まあ、いろいろやるべきところやった方がいいところあるかもしれないですけど、でも結構やっぱそのこの RS になるとやっぱこう完成されてる、うん、だからもう本当にちょろっとでいいなっていう、うん、そうですね。でもうだってもうかっこよすぎじゃないですか。まあそうですね、バンパーもそうだしボンネットもそうだし、もう触れないっていうかちょっと余計なものつけない方がいいのかなっていう。いや本当ですよね、うん、だからもう本当に外装に関してはもうかっこよすぎると。そうですね。で、あとは、はい、特にそのパースとかっていうのつけてないんですけど、今回そのプロテクションフィルムが、まあ、プロテクションはこれはまあ今回じゃなくて、あの前回物申し出されてすぐのタイミングで。そうなんですね、はい、なるほど。やってます。その時はマウラー店でにご来店いただいてる時ですけど、はい、もう全面施工済みってこと で、 で、ね、また見ていただきたいんですけど、まあ、毎回ですけどこの形状がこの形状で貼れるんですね。貼れるんですよね、1枚ね、はい、だって、まあ、ここはついでありますか。ここだけは、まあ、一部そうですよね。どうしてもこの急な R のところはもうつなぐ以外方法がないですけど、ここだけはついでありますけど、あとだってここ全部1枚貼ってるんですよ、うん、そうですね、はい、ここはこう切れ目入ってますけど、こことここがつながってますしね、うん、でこうここってまあ経年でまあこの汚れちゃうんですけど、でも今回ちょっとそのクリーニングしてちゃんとあのクリーニングしたらこの縁の縁のところもすごくきれいになるんで、まあ長く乗っても安心ですし、うん、え、はい、ちなみにこれ施工したのっていつぐらいですか。もう結構経つじゃないかな。1年ぐらい経ちます。1年以上前だ。あ、本当ですか。裏店の時から大宮が1年なんで、その前から貼ってあるかな。ついさっき施工したかのようにで、しかもそれクリーニングができるんですね。できます。貼り替えじゃなくて、はい、ではこの縁に溜まった汚れでこう縁がこう黒く線で出てきちゃうんですよね。そうですね。あ、それをじゃあクリーニングしてこんなに綺麗に保ってると、はい、そうです、そうです。で、これがもうバンパーもちろん、はい、フードも、はい、フードも貼ってありますよね。これフード貼ってあります。これもだってダクトのキワキワまでじゃないですか。そうですね。ほぼ分かんないですよ。分かんないですね。はあ、で、あともう一個気になったのはこのポルシェのこのクレストのとこ、はい、このカラークレストのところなんですけど、はい、ここってこう閉じ込めてあるわけですよね。これ閉じ込めてます。まあ、ボンネットがカーボンなんで、だからもうカーボンって掘れないから、カラークレストエンブレムは普通の鉄のやつがつけられないから、このボンネットのカーボンの車とかはこうなんかステッカーなんですよね、まあ、軽量化という意味はあるんですね、うん、これを閉じ込めて、で閉じ込めたところもきっちりこうくっついてるからわからない。そうですね。このステッカーの方が 7,8 千だと。あんなステッカーそんなですかやばそしてこれヘッドライトとかも貼ってあるんですか。貼ってます。さすがにこの辺も高いですからね。そうっすね、一番高いヘッドライトですもんね。だってやっぱその樹脂部分は塗っても復元できないんで。確かに確かに確かに。やっぱ貼ってないとやっぱ怖いですよね。あとカーボンなんかも結構その、うん、割れちゃうってことはないですけど、そうっすね、まあ、早めにガードしておいた方がいいんじゃないかな、うんうん、だから前回りが全部貼ってあると。そうです。で、さすがにこの樹脂の部分は貼れないわけですよね。そうですね、はい、これちょっとこのもっとツルツルの樹脂だったら、はい、ステルスが貼れるんですけど、あ、もうポルシェは結構表面ザラザラしてるんで、はい、ここまでちょっとこのザラザラしてると
脂肪の上だとやっぱ貼れない。なるほど、はい、この上のこのフィンもそうですよね、はい、ちょっと脂肪が大きいんでこの辺なんかはちょっと貼れない。そうですね。でポルシェ意外とこの脂肪脂肪のところって金額そんなしないんで。あ、そうなんですか。そんなしないってそこそこはします。めちゃめちゃ安いわけではない、何千円ではないですけど、はい、まあまあまあびっくり価格ではない、まあ、春よりは買えた方が安いっていう金額でもあるんで、まあまあ、じゃあそんな感じで仕上がってると、はい、で当然この特徴的なフェンダーも全部貼ってあるわけですね、はい、貼ってありますね。すごい、はい、そしてもう今回メインの足元、はい、これちょっとまあ入荷楽しみにしてたんですけど、はい、結構待った感じですか。ちょっと待ちましたね。なるほど、はい、まあ、ちょっとこの今このコロナっていう時期もあって、そうなんですよね、うん、かなりアメタンのホイールの納期がちょっとその長くなって注文いただいているお客さんにはまあ、ご迷惑をというか、はい、ご心配ご迷惑をおかけしているところでありますけど、まあ、首を長くして待っていただいてやっと納品されましたって、はい、結構その素材のところからもちょっと詰まっちゃってるらしいですね。そうみたいですね、製造業の方が、うんうん、だからアルミのそのコアを作るところからちょっと部品が足りないとか、はいはい、コアが届かないなんていうのは結構もうずっと続いちゃってるみたいな、ね、ただ待った甲斐があるんじゃないでしょうか。もうこの横からのシルエットも僕衝撃を受けましたもん、はいはい、マジかと思って。そうですね、これまあ、各店のねみんなのいろんなデータを見てもうちょっと出そうとかお客さんとどれぐらい出そうってもう綿密に相談してじゃあ大阪店のやつより1ミリ出してみようとか本当なんかもうビビたる調整をしながら、まあ、そういう楽しい時間を作りながらこうもうバッチリこう、なるほど、はい、社交に合ったデズラになったかなっていう。それ結構このグループのいいとこじゃないですか。まあそうですね、いろんなこう制作実績があるんで、そうですね、こんな感じでもできるし、まあ、そうですね、社交もいろんな店舗の社交を聞いて、まあ、あの車はこのぐらいの社交でこのホイールでこのオフセットでこんな感じだったよっていうこのフロント感でやっぱ相談ができるっていうのはまあうちの強みだと思うんで、まあ、あとタイヤなんかでも結構見た目変わってきますし、ね、そうですね、はい、もう絶妙なフィットメントで、はい、もう超ツラツラじゃないですか、はい、ちょっと危なかったよねもう本当に飛び出す寸前。そうですね、まあ、今回はその純正タイヤそのまま使ってますんで、はい、じゃあまあインチだったりだとかもそのまま。そうですね、はい、で履いてるホイールが1221、これもまず色がやばいなと思いました、はい、ホイール1221なんですけど、お客さんともいろんなこのゴールド系のホイールもいろんなの見て1221に頼むのに実はこのカラーリングは ADV1 のチャンピオンゴールドにしてくれっていう。じゃあ本来そのスペシャルオーダーっていうか設定もない。そうっす、ないです。はあ、はい、スペシャルオーダー、気まずいオーダーっす12に ADV1 のゴールドやってくれっていう普通だったら怒られます。そうっすね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからもう BC のゴールドとかも実物とか見てもらっていろんなホームページ見てもうちょっとこもう、うん、ちょっと強い色味が強くとかってこの相談しながら、まあ、ADV1 のゴールドが一番、まあ、イメージと近い、じゃあちょっともうこれやってくれって言ってみようみたいな。でまあそれでやってくれたんで。そうなんですね、はい、なるほど。色のイメージはもうお客さんのイメージバッチリ、この間見ていただきましたけどもうまさにこの色が欲しかったって言っていただいたんで、まあ、そういうちょっとこのちょっとひねったオーダーも、やってもらえるんで、まあ、12さすがだなっていうところで。なるほど、はい、じゃあもうサイズもそうですけどフィニッシュ、このカラーもそうですね、めちゃめちゃこだわってると、はい、でまたこのグリーンにゴールドっていうのがもうやばい組み合わせだなと思った。そうですね、これ正直どっちが勝つんだろうっていうか、このボディショーがこれだけこの入るんでホイール負けちゃうんじゃないかなって思ってたけど全然負けてないっていう。なんでまあまあこの色にしてよかったっていうところなんですけど、まあ、両方がこの生えてるって感じでもうどっちも負けなかったんで、まあこれはまた良かったなっていうところなんですけど、すごいところでバランスが取れてますよね。そうですね、最近でもちょっと本当にお預かですけどちょっとトレンドじゃないですけどちょっとこう、うん、ブームの兆しないですか。緑色にブロンズとか緑色にゴールドとか、まあまあ映えるプラス映えるみたいな、はい、あるかもしれないですね。
そしてもうデザインも12ですから、もう削りまくってるわけですよ。そうですね、このスポークの先端、はい、このフランジのこのところとか、はいはい、この合わせ面2ピースですもんね、これ。そうです、はい、すごくないですか、この削り方。いやでもやっぱかっこいいよね。そしてここがすごく厚く見えるんですよね、12の2ピースって。そしてピアスボルトも全部12のロゴが入ってると。で結構こういうちょっと究極のもう体育会系な車じゃないですか。そうですね。足元変えるとは何事だっていう多分意見もあると思うんですけどやっぱりその GT3 ってもう買った人がみんながみんなサーキット行くわけじゃないじゃないですか。まあそうですね、はい、うん、もうそれこそもう所有するだけで、まあ、それを励みにするじゃないですけど、はい、もう所有したいっていう人もいるし、あとはもう本当に街乗りメインで使われている方もいらっしゃるし、はいはい、まあ、中にはそのもう本当にフルフェイスに手袋でサーキット行かれる方もいると思うんですけど、やっぱりこういうあり方もあっていいと思うんですよね。いやもういいですね。まあ、このお客さんも結構乗りますけど、ね、あ、そうなんですか、はい、サーキットはいかでないですか。サーキットまでは行ってないですけど。あ、なるほど、はい、じゃあもうストリートでガンガン乗る感じ。そうですね。なるほど、はい、だまあ正直その純正のホイールの方がまあかかってないですけど、2ピースだったりすると結構純正の方が軽かったとか、うんうんうん、うん、っていうのもなくない話ですけど。そうですね。そこじゃないと思うんですよね。そこじゃないですね、うん、でもやっぱりこう乗ってて見た目っていうのもどれだけ目立つかっていうのも、確かにそこも大事だったりするじゃないですか。確かに確かに。目立つ車は作らせてくださいだから もちろんいろんな提案できますけど、まあ、一つとしてその超体育会系な車にめちゃめちゃおしゃれなホイールを入れるという。そうですね、はい、僕的にはこうもうレーシングカーのデカール全部剥がして、うん、あのアメタン入れるっていうのが最強だと思ってるので、まあ、まあまあかっこいいですよね。そういう意味でも今回の車相当やばいなと思ったんですよね、うんうん、そして今回このキャリパーだったりはこれそのままですね。そのまんまなんですね、はい。これちょっと僕あの想定変える車じゃないですけど、うん、塗りたいなってちょっと思ってます。まあただまあ保証の観点がこうちょっとねやっぱ出てくるんで、キャリパー塗ったらもう保証しませんよなんてやっぱ言われちゃうところもあるんで、だからちょっと触る触らないのこのメリハリをしっかりつけて、そうですね、まあ、車も新しいですし、うんうんうん、ディーラー入庫なんかも視野に入れて、うん、まあ、いじるなんていうのは一ついいんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、車もまだまだ新しいんで。ですよね、うん、あとは今回このタイヤホイール交換なんですけど、純正を取っとくっていう意味もあるのかなという、はい、まあそうですね、まあ、なんかもちろん何かあった時のためっていうのもそうですし、まあ、いろんな車検だったりディーラー整備だったりということで考えるとやっぱり純正はまあ取っといた方がいいですよね、うん、あとはまあ例えばもうこういう GT3RS なんでリセールの時にやっぱその純正がいいよっていう人がやっぱいるんで、あと純正のホイールも高かったりしますから、ね、うん、そうですね、まあ、そういう意味でも足元交換して、まあ、遊ぶっていうのはいいんじゃないでしょうか、うん、はい、そしてもうあとはプロテクションが全部貼ってあるんですもんね。全部貼ってます。これミラー貼ってあるんですか。あ、これ全部、ね、あのこれドアも、はい、あのリアフェンダーも、これ横のデカールってどうなってるんですか。あ、これも閉じ込めてあるんですか。そうっす、そうっす。はー、この元々その純正デカールが貼ってある上から、はい、さらに貼ってる。はあ、じゃあデカールの劣化ももしかしたらちょっと防げるというか。あ、防げるんじゃないですかね。なるほど、はい、そんな効果もあるそうです。でも全部そうですね。もう丸々ここも一周貼ってあるので、とってもノブも、はい、とってもノブも、はい、内側も、そうそう、内側も結構ここも、はい、手かけて、手かけて、ね、爪の跡がついちゃったりしますから、ね、でここだけっていうのもあるんですよね。ありますあります。例えばドア貼らないで、まあ、ドアエッジとこのドアのカップの中だけ貼ってよって方もいるんで、あの全然そういうのは、まあ、聞いてもらえれば大概貼れます。結構そのドアエッジとこのカップは結構おすすめですよ、ね、やっぱりこの費用的にもかからないし、まあ、主に男性なんで爪がすごく伸びてるってことはまあないんですけど、あのやっぱこう車高低いと上からこう入れると思うんで爪が当たっちゃったりとか、あとまあまあドアエッジですよね。あとは奥様とか、はい、ご家族乗るときに、まあ、女性だとやっぱ爪が当たっちゃうとか、やっぱその傷の原因になりますんで、そういうのを防ぐ意味でもプロテクションもこう細かいところに使ってあげるっていうのもいいと思います。まあ、部分的にあればさっき言ったようにその費用も抑えられるし、施工のその時間もはい、もう待っていただく間にもできます。はい、なるほど、まあ、いろいろご相談いただけるといいんじゃないでしょうか、はい、そしてあとこのルーフが、もともとこのリザードグリーン、リザードグリーン、あ、屋根もじゃあこれ緑色だったんですね。はい、なるほど、はい、
まあ、ラッピングなんですけど、いつもと違うツヤツヤのラッピングフィルム。近くに行って、はい、よく見てラッピングって分かりました。そうですね、ツヤ感がもうその塗装面とほとんど変わんないんで。そうですね、この反射だったりが、はい、これちょっと貼れる面積とか、まあ、場所によってちょっと限りがあるんですけど、都度聞いていただいてどこなら貼れる貼れないっていうのはその都度お答えできると思いますんで、もうぜひお問い合わせいただきたいところですね。なるほど、はい。そして、まあ、あとはちょっとそのカスタムの紹介じゃないんですけど、はい、当然 GT3RS ですから、はい、この辺が全部アクリルなんですね。そうですね。これだからこれよく見るとガラスとちょっと透明度が違うというか、はい、少しこう、まあまあありますね、青みがかって濁ってるというか、はいはい、めちゃめちゃかっこいいですね、はい。これ余談ですけど、今回のドライブレコーダーの前後も、あ、そうなんですね。そうですね、つけさせてもらって、っていうかこのロールケージ組んである車のリアのドラレコめちゃめちゃ大変そうですね、はい。うちの年度の関口隊長がつけてくれましたけど、なんかジャングルジムで遊んでる人がまず僕だったら入れないです。リアのこのスペースに入れないです。どこからどう入れてどこから頭出せばいいのかな。いや本当ですよね。かなりだって配線結局このルーフとか通してるわけですもんね。じゃあこういうちょっとロールケージ組んで難易度高い車もご相談いただければリアのドラレコとか、軟体人間がいますね。なるほど。じゃあ結構こういう系の車でも、はい、まあ、ストリートも必需品ですもんね、リアのドラレコっていうと。もういろんなニュースがもう昨日もありましたけど、はい、まあ、まさかねこの車にちょっかい出すなんて人は、まあ、そうはいないですけど、何があるか分かんないですからね。確かにもう前後は結構もう必須かもしれないですね、はい、うんうん。あとはしっかりウイングなんかも全部これ、はい、カーボンなんですよね。そうです、はい、全部この翼端板はさすがにちょっと貼ってないですけど、はい、この上面このフードバンパーも全部貼ってあります、はい、全部貼ってあります。これテールランプは貼ってないですよね。テールそのままですね。そうですよね、はい。まあ、このポニボン部に関してはその傷つくところじゃないんで。そうですね、まあ、前回りじゃないんで、後ろから飛び石が来るとまあまあまず考えられないんで、後ろは貼らなくてもいいんじゃないかなっていうところで。あとはちょっと飛びすぎちゃいましたけど、はい、リアのホイール、はい、リアがこれ、まあ、センターロックの割に思ったよりコンケーブついたなっていう。びっくりしたんです、はい、僕。だってこれセンターロックにするとどうしてもここのハブのところの厚みが出ちゃうんですよね。そうですね、工場、はい、もうボルトだと結局そのもうギリギリまでこのスポークが入っていけるんですけど、うん、センターロックだとどうしてもこうなっちゃって、そうですね、ちょっとコンケーブが緩くなりがちなんですけど、はい、このコンケーブですよ。いやもう良かったです、これねちょっとこの角度が何度とか数字の何このどれぐらいっていうのはまあさすがに図面まではって感じなんですけど、もうとにかくできる限りコンケーブさせてくれっていう、そんなざっくりとしたオーダーにしちゃったんですけどまあ、それでも12がやってくれましたんで、かなりコンケーブがついてる。そう、これホイールがこう寝てるときはあれコンケーブあんましてないなってなんとなくちょっと不安だったんだけど、やっぱつけてみるとあもう全然思ったよりしてるなっていう、うん。あとはそのタイヤついて結構見え方が変わって、タイヤの履かせ方なんかにもよく変わるかもしれない、うん。まあ、これはもう本当ちょっとこのホッとしたポイントっていうかね。これだからポルシェリアがかっこいいじゃないですか、うん、もうリア斜め45度ぐらい、うん、めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいい、最高です。よかったです。そして外周はこんな感じでしょうか。あとはもうリアもエンブレムそうですね、まあ、ステッカーになるんで、はい、この辺もしっかり閉じ込めてあったりとか、はい、だからもう本当にタイヤホイールとちょっとその乗るための準備だけで、うん、もう究極かっこいい車が仕上がるなってい う、 いやもうかっこいいですね。もうお手本ですね、はい。じゃあ今回特別に内装もちょっと見させていただきたいと思います。これ中めっちゃかっこよくないですか。いやかっこいい。何ですかこれ。これ、まあ、色も、まあ、指定で、まあ、グリーンと合わせて全部作ってる感じですよね。もうセンターコンソールだったりとかも全部緑色、うん、ダッシュも緑色のパネルが。そうですね。でもステッチだったりとか、まあ、シートベルトは当然緑色ですけど、うん、これもうなんかあれですね、チューナーコンプリートみたいですね。まあそうだよね。これだけこの作りこだわってオーダーされた車なんで、まあまあもうやりようないよね。確かに。そしてまたこの究極の体育会系なんですけど、うん、おしゃれさも半端ないですね。そうね。いやかっこいいよなこのコンビが。いやこれはやばいですね、うん。
これだからもうフルフェイスも似合うし、うんうんうん、なんかちょっとこうパリッとした格好も似合うし、うん、スーツじゃないですけどフォーマルな格好も似合うし、ジー、うん、パン T シャツも似合いますね。街乗りしてでもね、外からこのおしゃれさがわかるから、これはやばい一台です、うん、はい、というわけで今回はボンド大宮でカスタマイズさせていただいたポルシェ GT3RS をご紹介させていただきました。ボンドチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。